よし、それじゃあみんな今回もね友達コレクションやっていこうかなと思うわけで、早速今回はね作った実を紹介していこうかなと思うわけで、今回は結構ねコメントでもらったんですよ。いろいろ作ってほしいというねコメントがありまして作ってきましたよ。で前回はねこのキノピコ、最後に作ったのがこのキノピコなんで、こっからそうだね右側の列の、とあと上のこの段の列を紹介していこうと思うんで、まず一人目。まあまずこれ二人組らしいんだけど、うわ、この段大丈夫、いきなりなかった。体調悪そうだな。で、いちくんですね。まあ本名はすごいなんか、長かった覚えあるけど、ちょ待って、いろいろ一気に作ったから名前はまだそんな確認してないんだよね。自分でちゃんと言われた通りに名前入力したけど、ニックネームの方で覚えちゃってるから、俺。で、いちくんだね。で、次、ゼロさんですね。ゼロさん。まあゼロつっても多分、まあそういうコードネーム的な感じなんだろうけどね。普通の本名はちゃんとあるんで安心してください。で次小夢ちゃんですね。いや小夢ちゃんねちょっとサングラスでちょっとごまかしてんだけどね、前髪が思った以上長い子なんですよ。この子サイドテールなんだけど、あいにくサイドテールで、ね、前髪長いのがなかったんで、やむを得ずこの髪型でサングラスでごまかしております。すごい荒ぶってる、ごめんね。服なんだろうね多分。で次メイプルちゃんですね。いやまあちょっとなるべく似せて可愛く感は出したんだけど、やっぱ難しいよねアニメキャラは。ちょアニメキャラはやっぱ作り慣れてない感あるで、俺は本当にまだね、まだ完全とは言えない感じするね。まあ、こればっかりちょっと許してください。なるべく似せたんで許してください、本当に。で、次、立花さん。さあ、まあ、立花さんちょっとね、リメイクしてちょっと目元をキリッとした感じさせたね。ちょっとね、リアル寄りというか、普通の方の天野さん。立花さん役の、そう、立花さん役の天野さんをちょっと意識した感じにしましたね。で、ちょっと待って、おい、なんか転んでたなって、ケンジャキ噴水広場にいる。呼び出したい、呼び出し。何あいつ、いや、何やってんだ、あいつ。怖い、ケンジャキ。オッケー、ケンジャキ連れてきました。賢者気です。そう。熱い男だってよく言われます。という、賢者家はこんな感じだね、みんな。まあ、賢者家はまあ、いい感じ作れてんじゃないかと思うね。ちょっと紹介したいんで、ちょっと悩みはちょっと解決できないけど、ごめんな。ごめんな。悩みは解決できないけど、許してほしいね。で、賢者家噴水広場行ってので、残り二人がまず一人目。まあ、ネズコですね。いや、竹筒はね、再現できなかったから、普通の、あれだね、日の光、あれ、克服した時のネズコ感を出したんだけど、やっぱちょっと刃とかが生えてないから、ちょっと扱いむずいけど、まあ、割と似せられたんじゃないかと思う。もうね、許してほしいね。で、最後の一人はピカチュウ！オッケー。さあ、大谷育恵さんです。まあ、ピカチュウはまあ、ちょっと、鼻でちょっと無理やり口を開けてる感を作ったけど、アヒル口感、ちょっと出して、ピカチュウ感出したけど、まあ、これがちょっとピカチュウは限界だね。なるべく可愛い感じにせた。許してほしい。さあ、というわけで、じゃあ、早速なんか友達作りたい。班長がいるね。班長友達作りたいんだね。誰だろうね。で、だいぶね、うちのね、今、友達コレクション新生活、まあ今日は寒いね。ね、うちの友達コレクションで新生活、女性がちょっとね、あれ少ないんだよね。ピカチュウ。お前何ピカチュウにチンチロを覚えさせようとしてんだお前。怖いな。班長だもんな。まあ班長だしね。まあとりあえずみんなの悩み事今回解決していきたいね。まだね、始まったばっかしだし。なんかいろいろ悩み事解決していきたい。で、いちくんね、さっき体調悪かったもんね。大丈夫かい？ああ。目標が高いほど燃え上がる男です。燃え上がるタイプなんだ。さて、問題、ちなみに何どっち 風か。風だったら平気だな。ちょ、一応一個しかねえんだよな。だ風邪薬を使ってあげましょう。いただきます。どうぞ。はい。箱ごといったな。ちゃんと有効成分が風邪の症状に効いたらしいね。よかったね。おう、なんか一瞬なんかいつもより間があった気がしない？気のせいかな？で、どうした？そっちの世界では今何がブームなのですか？何がブーム？今は特にじゃない？人と人、ちょっと数週間前ぐらいは猫ミームだっけ？あれが流行ってた覚えあるけど、それ以外は特にだよね。で、次じゃあ小夢ちゃんと遊んでいきますか。遊んでください。はい、遊びます。さあ、遊んであげましょう。で、何？問題は？出たー！出たよ、これ。ちょっと遅めね。遅めにやること大事。何それ？キャンドル？はっ、今ので早いの？ちょっと今ので早いのは聞いてないね。あ、ちょっと待って、一回ちょっとごめん。はい、お願いします。はっ、うわー、こいつ！こいつ！今度こそ行きますよ。はい。実は、ここだけの話。何？キレイさんが好きな人って。え、誰なの？キレイさんの好きな人って言って急に恋バナ始めたからびっくりしたわ。ちょっとずるくないそれは。くっ
そー、うわ、ビティッシュ。割と花粉の季節にありがたいのかもしれないね。ゼロと割と年の差あるけど大丈夫かね。まあ、なんなんだろうね。あの人なんか算数とかそういうの、なんか多分 NHK の番組の人なのかな。多分そうなんだろうけど、ちょっとそういうのやっぱ手短に話すこと大事だと思いますよ。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。さあ、トゲゼロのいい自宅にやってきた、小夢ちゃん。さあ。もうちょっと目でかくしてもよかったかな、小夢ちゃん。はい。話してますね。いいですよ。まあ最初だからね、さすがに友達はできるわな。いや、これ小夢ちゃんとゼロ付き合う可能性高いね。いや、もっとね、友人関係広ければね、告白でも、ちょっと待ったーとか言って出てくるんだけど。お金で友達になれました。それさ、よかったぜ。友達は結構ね、やっぱ上がり幅でかいからね。いや、キャッチね。キャッチマジでむずくない？遊びの。遊びのキャッチがマジでむずい。困ったもんだわ、ほんとに。遊びのキャッチクリアできる気がほんとしない。小夢ちゃんいなくなってるし。で、ミク遊びたがってて。いや、もう意外と遊びまくりだな、みんな。とりあえずどうしよっか。ムスカから遊んでやるか。遊んでください。お前遊んでくださいって遊ばれる側だろ、お前は。素材にされてるわけで、共通点クイズ来たー。数増えたから難しそう。共通点クイズ。誕生日とかもう結構割と個人的なあれ設定じゃない。Google とか調べて設定決めてるからな。同じ満足度。え、これハイじゃないかね。同じくらいじゃないの。ああ、よかった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 。満足度はそれか。さすがに同じだと思う。まあ、待って。とは、どうだろう、マット空腹なんじゃない？全然飯与えてない覚えあるし。ああ、よかったよかったよかった。じゃあ最後の一つ。生年月日とか来たらちょっとやばいかもな。当てられる気がしない。お前それはバカにしすぎだろ。お前それはバカにしすぎだろよ。さすがにお前、乗り系サバサバ型、乗り系ガンガン型だぞ。真逆じゃねえかよ。お前、さすがにジェイクとキノピコを比べるよくないって、じゃあ真ん中で。うわ、だるま落とし、ブラウンカー、洗濯バサミ、どんなコンビ？あれみんな、一気に遊びの人数少なくなったな。で、なんかミックすごい首をグキ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 やってる。大丈夫？あんまやんない方がいいんじゃない？それ。で、どうしたよ？メリークリスマス。あー、メリークリスミマス。で、どうした？実は、え？うわ、何？金貸してほしいって言われたんだけど、怖いんだけど、何？じゃあしてあげるなんとか一回。まあ、試しにね、見てみたいしね。はい。ありがとうございます。助かりました。生活費が足んなかったのかな。まあ、人にいいことしとくとね、いずれなんか自分にいいことが返ってくると思うんでね。なのに金くれるってどういうことだよ。金渡したのに金払われたんだけど、どういうことだよ。俺の方に金払われちゃ意味ないでしょ、今の。で、次、ジェネラル。お前も体調悪いな、ジェネラル。メカのくせによ。一応人間か、この世界じゃ。どうした？胃が悪いのかとなってくると。ああ、胃腸薬か。お前胃腸薬少ないってこと知ってんの、老石か、ほんとに。頼むぜ。どうよ。お？うわ、即効性すぎて怖い。で穏やかな効き目がお腹を癒します。そいつはよかったね。なんか若干一瞬回るんだよね。お礼もくれねえ、こいつ。なんてやつだ、ジェネラルめ。さすがジェネラルと言うべきか。で、マットと偽マット。いや、サッちゃんが悩んでんのか。お前らすぐ悩むな。で、チッチが遊びたがって、チッチと遊んであげよう。チッチと悩むの初めてだもんね。ちなみに、チッチさんね、声優さんがね、ガッツ石松さんなんでね、ちょっと声優、ちょっと声のぶとくしてます。ガッツ石松さんでね。オッケー。で、超アップクイズ。出たよ、超アップクイズ。はい、お願いします。はい。これは何でしょう？オムライスじゃないかな。さすがにパイナップルではない気がする。ブドウでもねえしな、絶対。ブドウは紫だし。あぶねえ。てか、このオムライス、絶対一流シェフが作ってるわ。絶対一流シェフが作ってるわ。全然なんか口が回んねえや。で、これは食パンなんじゃないですかね、さすがに。一瞬メロンかと思ったけど。なんだ、後ろの背景と同一化してたまで疑惑あるもんね。ああ。なんだろうね。最後。鈴鹿ミートボールかランドセル。いや、この断面はさすがにミートボールなんじゃないかと思うね。これでランドセルだったら俺は泣く。ああ、よかったー。ミートボールつか唐揚げに見えない。なんかまたコロッケとかなんか小さい丸いコロッケに見えない。すごいゆっくりとしたジャンプ。ありがとうございます。さて、何をくれるんですかい？大は小を兼ねる。大は小を兼ねませんね。え？セルレギオス？何あれ？てかでかいやつ。え、何あれ？木彫りのクマ？クマか、あれ。
二足歩行じゃない？一緒に遊びます。イッチーが遊びたかってんね。じゃあ遊んであげよっか。なんだろうね。何してくる？絵合わせだ。対戦？対戦絵合わせ？マジでそんなのあんの？先行と後行どちらが？やっぱこういうのは高校なんじゃないですかね。俺ちょっと高校で行くぜ。どれかな。さあ、覚えとこ大事なんだな。うわ、エンマだ。エンマだ。これカツ丼とエンマね、オッケー。ここは、はい、オッケー。エンマ焦点当てが引いたらでかい。これは高そうなツボ、ここ。なるほど、ビスケットの高そうなツボ、そこね。どれかな。いや、これ、これ先行で。これと、初めて見る。これおい、オッケーオッケーオッケー。じゃあ俺はとりあえずビスケットもらっちゃうぜ。もうあとは分かってんじゃないの？オッケーオッケー、カツ丼。これオールでいけんじゃないの？オッケー、カオスちゃんね。オッケー、カオスちゃんで。で、ここら辺当ててるんだっけ？オッケー、高そうだぞ。はい、オッケー、オールマイトでございますよ。はい、ピカチュウ。ダブピカチュウ。みんなもポケモンゲットじゃぞ。さあ、というわけで、一気に勝ちましたね。さて、どうしよっか。いや、さっきはね、でかいの気になる。ちょっとでかいの気になる。何これ、力。いや、すごいの。あんま日用品しかないな。で、さっちゃんが悩んでるらしいけど。いや、みんなメリークリー言ってくんな。で、どうした？ああ、いいよ。いいよ。悩んだ時の言葉がどうかわかんないけど。まあ、いいと思います。さっちゃん何レベル高いんだよな。3レベルなんだよな。で、ウルゾーが悩まなすぎる。あいつ一人悩み抱え込んでないかな。俺不安になってくるね、ちょっと。で、残りは遊びたがってるメンツが多いぐらいか、これ。なんか転んだな。俺が今転べつ思ったからか、念を送ったからかね。で、ジェイクが遊びたかった。他に悩んでるメンツはいないかな。で、今悩んでるメンツとか遊びに行きたい感もあるんだけど、普通ちゃんか。おーっと待ってよ。野郎がなんかすっげえ、なんだこの絵面は。なんだこの絵面は。どうした？のそくりさんが知ってるジョークの中で、ああ一番面白いジョークは何でしょうか？何急に。布団が吹っ飛んだ、電話に電話、猫が寝転んだ、滝やぶり開けた。どれもゴミくだらねえんだけど。こんなん笑うの海王様しかいねえよ。やっぱ誰も電話に電話って感じじゃない？面白いんですよね。何を聞かされてんのこれ一体。レベルアップすんのかい。どうしよっか。やるおの、やるおの言葉。まあ、ここは一人称決めとくか。あ、やるおの言葉わかんない。とりあえず一人称はね、わかってるんで。やるおなんで。そう、野郎の一人称は野郎なんでね。完璧ですね。さあ、なんかある？その感謝の気持ちは大事よ。言葉に出すことってほんと大事だから、みんな。みんなも感謝の気持ち出していけと思うわけで、おっと、誰？フリスクが友達になりたい。さすが。アンテの主人公。どうやらジールトじゃないようだな。こんにちは。で、どうした？班長のことも。おい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 、なんでそんな、意外と班長人気だな。いや、班長は普通かなーって感じするけど。わかりました。一応普通かなって言っとくね、班長相手ではさすがに。ちょ、班長あまりにもフレンド交流が広すぎる。いや、もっと仲良くしてほしいんだけどね。意外とみんな仲良くしにならない。いや、こいつ言ってやる、みんな。このなんか世紀末カーボーイ、この世紀末カーボーイの相手してやる。こいつキャッチとかやってくんじゃねえだろ。親友のマークがすごいな。親友のウルのマーク怖すぎ。で、モザイククイズ。ちょっといやらしいな、こいつ。なんだこいつ。モザイククイズ、第一問。はあ、第一問。これは誰でしょう。これはネズコなんじゃ、ね、ジェネラルって感じもあるな。目の色だな。でも若干目の色さ、茶色っぽいがネズコじゃない。いや、わからねえな。背中で正解発表すんな。オッケーオッケー。まあ、でも、ミーのモザイクだったら割とうち特徴的なキャラ多いからわかりやすいんじゃない？これはダジアラさんじゃない？さすがにダジアラさんでしょ、これは。女性キャラでよかった、周りに択が。ダジアラさん。オッケー。なぜ見てるんです、こっちみんな。最終問題。あ、もう最終問題ですか、楽ですね。キュウくんではない、これはるかちゃんじゃないかね。おお、緑要素入れてやれよ。さっき目緑じゃなかったぞ、今。黒だったぞ。おめでとうございます。さて、今回何を開けようかなーって思うわけなんだけど、ど真ん中ド直球。何これ？おしぼり？色味噌？ロキなんで、引っ越しの悩んだもん。で、普通ちゃんとも遊びましょうか。普通ちゃんまだ初見目ならレベル1か。もっと悩み事解決してほしいから、なんか食わせてあげるのもありだな。普通ちゃんどっちか。普通の顔のポーカーフェイスを気取ってるか、それとも普通にただ単に表情に出てしまうタイプか。俺は普通ちゃん表情に出るタイプだと思います。勝ち。おめでとうございます。ありがとうございます。さて、今回ちょっとド直球でかいの狙いたい。でかいのだ！
なんでこれ縄跳びだ。真ん中紙おむつって。あと普通ちゃんにちょっとなんかご飯食べてもらいたいんで、お粥でもどうです？お粥なんでどうです？はい、おいしい。あー結構おいしかったらしい。お餅やっぱ米系好きなんかな。お餅とお粥だもんな。米系でもおにぎり嫌いだったんだよな。というわけで一人称プレゼント、自分の呼び方、うちですね。みんな、てか普通ちゃんもう一回入り、一回出ちゃったんだけどさ、またなんか悩んでたわ。インテリア意外と注文が多いね。じゃあ普通ちゃんにはこのオフィスかな。はい、新しいインテリアもありがとうございます。いい感じだったんだ。アナゴさんだったらブチ切れてたよ多分これ。うざけないっつってるわ。あ、見ていく見ていく。さてじゃあちょっと画面切り替えて、へえ、時間的には今ちょうど何時ぐらいだ。あれ10時5分ぐらいか。いや11時、いや11時も行ってねえな。あれ10時5分ぐらいだ。10時5分にしたらなんかちょっとちょうど針の位置ちょっとおかしい気がするが、5分だもんね。まだまだ10、いや11時なのかあれ。いや11時ではなさそうだ。なんかすっげえ書いてあんな。もう暗号みたいなこと書いてないか。へえ、いい部屋だね。ただ2人用なんだね。 PC もあるじゃん。うわ、近っ！びっくりした！怖い怖いだ、なんか、俺の頭身よりもでかいんだけど、明らかに。別で、スツーちゃん、でかくね、なんか。何センチぐらいあんの？え？快適？そう？え、今度はやらない方が悩んでるが。え？ガンギマルテのモノマネ聞きたいね、それはちょっと。やって。素晴らしいね。これは素晴らしいわ。似てたわ。なんで自信ねえんだよ。自信持てよ。へえ、こういうなんか悩みはあんだね。悩みかどうかわかんねえけど。いやー、結構ガンキマルティンとサッちゃんとも仲いいんだね、やらないよ。なのに俺のウルゾあんま人間関係築けてねえんじゃねえから、ね、不安になってんね。お、誰か悩んでる？ダジアラさん！何悩んでんです？理想と現実のギャップに悩む男。まあそうだよね、立花さんはね。毎回悩んでもね。新しい帽子、立花さん？立花さんに帽子？じゃあ、立花さんには、これをあげるよ。似合うと思いますよ。てっぺん縛り。立花さん。立花さん面白いね。あとでみんなにも服をね、一着ずつ全員にプレゼントしたい感もあるがって感じはすんね。で、キレイさんとかまあ服はあるでしょ。ウルはどうした？うわー、なんだこれ。チミ毛量だ。偽マット早い、あいつだけ一人だけマウス。おい、何やってんのお前ら。よう。節操のそっくりさん。節操のそっくりさんってなんだよ。いや、お前ほんとに偽マットのマットしかいねえじゃんけど、フレンド。あ、そうなんすか。お前、てか、うい。うい。何やってんのお前は。てか、お前の顔見せろ。え？好き？満月のこと考えてんだけど。え、どういうこと？お腹は？から。何もないね。まあ、とりあえず顔撫でてやるか。この下の人格の方の顔撫でてあげよう。オッケー。何やら満足したらしい。お前友達関係もっと広めろよ、ほんとに。頼むぜ。俺お前、新生活でも恋仲なしだったら、俺はお前が恋仲できるまでやるからな。死んでる。ん？プリスクとゴリゾーがいるんだが、ゴリゾー何やってんだ？なんか、もしかして、フリスクを埋めるための穴を掘ってんのかな？素手で？てか、あいつなんか、かかとケツにめり込んでない？多数決の時間だ、みんなー。あ、しかもなんか今回切り替えてできる。え、4択までできんの？すげえやー。じゃあ、なんかちょっと多数決決めてこようか。さあみんな、という4択決めてきたね。犬か猫か、象かキリン派か。さあ、一番強いのはどれだ？レッツファイト！さあ、選ばれたのは、キリン？犬派が一番少ない。正気？小川？お前はすごい個性だな。なんでこんなに選ばれたの、キリン？そうなの？カイジと同じこと言ってんじゃん。これが基本かな。キュウ君も？やる音やらないはセットなんだね。で、他は？お前は自分の意思持て。お前はゴリラであれよ。これに運命を感じたので。キレ様で。あれだ。逆に犬派誰いんのよ。あ、ダジアラさん犬派なんだ。お前もか。
ピカチュウ、お前犬派なんだ。うん、メイプルちゃんは猫。え、お前は、お前はどうでもいいよ。はあ。ああ、センスのいい意味が多いらしい。はあはあ。はあはあ。え、お前だけ全然書けねえじゃねえかよ。父そうなんだ。父割となんかぬいぐるみだから何か分からんけど、まあ純粋な気持ちって大事よ。逆に僅差、意思持って、まあどれも同じかもね。確かに。迷わずこれにしました。ああ、適当に選びました。あれ、ウルゾーどこに行った？奴隷の手行こう。ああ、いたわ。みんなないだろう。重なってて分かんなかった。ゾウ、ゾウの欄にいたわ。犬であれ、お前は。ちみさん、これさ、三択だとどんな風になんの？いや、真ん中の、なんか、ねえ、列だけ一番取ってるように見えて、あんま取ってないやつでしょ、これ。そうだね。三択になると難しくない？やっぱあれかな。やっぱ三択ってなるとこれなんじゃない？不思議だね、人影ゼニガメ。さあ、誰が、誰が、誰が取れた？意外とゼニガメの人気率すごい。うわあ、24対7対3。食おうとしてんの？あ、ピカシュウ、不思議だね、派なんだね。ちょ、ペースがあるせいで、ちょ、書きづらかったよ。字が汚いけど。なんか、この二人、立花さんとジェネラル、毎回同じとこにいない。よう、メリー気持ちいいな。で、どうした？え？逆に誰よ？なんか面白そうだね。なんか面白そうじゃない？ゴリコとマットは繋がるのありだと思うね。え？どういうこと？え、何が始まったのこれ？え？何が始まったの？何この状況？え？なんか始まった、なんか始まったんだけど。うわ、ガンギ待ってる。遊園地まだねえだろ。どこにあったんだよ、この遊園地。さあ、そもそも初めに恋人で鳴らそうとする。お前のおかげでもし恋人になれんの？どこ、ここ？ファミレス？怖い、怖い、怖い。探偵つか不審者だよ、ただ単に。どうなんだ、この二人。噴水広場。今日はありがとう。うん。こちらこそありがとう。うん。失敗したんかな。なんか、まずは友達から始める。まあ、そりゃそうでしょうね。逆にお前、よくどこをどう見て恋人にできると思った？面白いな、こんなイベントもあんのか。いや、まだ慌てないでいるみたいだわ。まだチャンス狙ってるわ、これ。ゲゲゲー。ああ、そうだね。で、どうした、ゲゲゲ。高級料理？この子ったら本当に舌が肥えてやがるわ。これはちょっと許されんな。高級料理ってどれよ。正直どんなあれだよね。どんな高級料理、もうイカスミスパゲッティも食っとけ。おいピーですよ。ジョジョ第2部でもな、うまそうに食ってたからな。ただ俺は合わなかった、イカスミは。イカスミあんま合わなかった。匂いがきつかった。イカスミスパゲッティちょっと匂いが俺きつかったね。で、どうした？なにこれ、メッセで、次、ネズコが悩んでんじゃん。ああ。誰とでも、すぐ仲良くできる女です。やっぱ太陽を克服したばっかっぽいね、この感じ。まだ言葉がちょっと、なんかゆっくりだもんね。えらい！あの高級料理食べたいって言ってたどこのやつとは違うわ、ほんと。滑舌が悪いやつとは違うわ、ほんとに。というわけでオムライスをあげよう。いただきます。えらいわ、ほんとに。これは言うの。よかったー、美味しかったらしいわ。どうよ、オムライス好物に入ったね。さあ、金ももらえて。あ、お礼もくれる、いい子。あいつは俺、あれだもんね。あ、でもあいつ俺くれてたんだよな、ミシン。ミシンくれてたんだよな、有能だわ。まあ、気持ちって、気の持ちは大事よ。ヨーゼロー。はい。いつだって元気いっぱいな男です。まあ、そうね。なんでしたみたい。俺が立ち目立ちちゃった。ごめんね。服ね。オッケー。まあ、これなんじゃないですかね。ゼロは。やっぱゼロはこれよ。スーツ。気に入らないの、スーツを。逆にすごいな。このおかゆでもあげるから元気出してよ。おかゆで元気出せよっていうのもなんかあれだが。元気出せよ。まあまあ、美味しかったらしいね。ああ。
やっぱ飯の上がり幅前よりなんか低くなってる感あるな。まあまあまあ美味しかっただからなのかもしれない。うわーすごい、小夢ちゃん目の前でくしゃみしてたら。他になんか友達になりたい人とかはいないというか、ジェイクが悩んでるか、まあそこはチチちゃんだな。まずはチチくんか、チチくんを悩み解決、いやチチさんかもしれないな。でどうもメリクソどうした、お腹が空きます。お腹ね、お腹ですか、お腹ね。何がいいんだろう、ちっちくん何が好きなんだ。カップラーメンなんでどうです、いただきます。手軽で美味しくどうぞ。どう、おっそ動きにのろさがあったな、すごく美味しかったらしい。カップラーメンが好物のちっち何でも後回しにして忘れてしまいます。まあ忙しいとはそんなもんなんじゃないか。やらないよ、どうしたよ。風邪ひくぞ、こんなところでずっとそんなうずくまってたら。お体に触りますよ、ほんとに。静かだ。こっちみんな。さてじゃあみんな、今回の動画ここで終わるかな。さすがにクリスマスムードは多分今日が最後なんじゃないかと思うね。てか何気に大晦日が来るからな、この世界。あと少しで大晦日しても、新しい年を迎えるからね。2031年になるからね。それじゃあまあ、ストレートセーブ画面。いつもの、このキャラの荒ぶり方を見て終わろう。いや、思った以上にハワイアンだったわ。